はい、それではこのまま次のクイズに参りましょう。続いては、はい、イーソーを描こう。ちょっと待って、はい、急になんかあれこの問題はキャストの皆さんに挑戦してもらいます。白鳥さんにはどのキャストのイラストが一番上手に描けたか決めてもらいますちょっとステージ時間が限られていますので、もうすでに書いてきてもらいました。はい、皆さん携帯で画面などは確認せずに想像のもので書いたということなので、一体どんなイーソーを書いているのか、オープンしましょう。いいですかね。はい、はい、一斉にお願いします。はい、どうぞ。ほう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 、おお、結構皆さんおおという、こんな、え、あ、嘘嘘、かわいい、かわいい、目ギンギンじゃん。目ギンギンだよ。目パキパキ。私か。皆さんそれぞれ個性があるんですが、まずはじゃあ正解のイラストを見ていきましょう。こちらです。はい、こちらが正解のイラスト。すごい似てますよね。すごい似てるよね。ねえ、すごくない？やった。結構ユイソンすごない？なんか丸があったなと思って。え、すごい、あ、すごい、本当に近いです。わー、めっちゃ近い。やったあー、そうだ、いや、なんか10秒とか3秒の記憶は持たないけど、ちょっとこういう記憶はちょっとあったみたいですただ正解を決めるのは、はい、プロが決めるということで、どうでしょう、皆さんアピールしてください。いや、もうちょっとその、和歌山さんだけかなりもう舐めてるんで、もう無理なんですそれはもう、え、みちおちゃんの見せて見せて見せて、え、ちょ、うまくな、うまい、かわいいよ、火力がなんか絶妙にうまいんだよな、火力高い、うまいイラストうま、あの、イーソーっていうかもう鳥の絵なんでね、うん、イオリもさ、なんか、なんか私は竹だと思っちゃったんだよね。なんかドラゴンみたいな。え？なんかその地上絵みたい。いや、なんかそのね、これイーソーにもちょっといっぱい実はちょっと種類あって、はい、佐伯さんのイーソー、うん、ちょっと前の時代のイーソーなんですよ。待って。いや、それが。なんかもう、いや、それを意図して書いてたとしたらもうちょっと天才なんですけど、いや、でもちょっとさすがに意図して、え、いや、意図して書きましたよ。いや、もう意図して書きましたよ。いや、嘘やん。ちゃんと、え、でも私の中の印象これ取ったんですよ、本当に。いや、もうちょっとさすがに近藤さんですね。いくらなんでも。いや、もうこれは、これはもう、はい、これは納得ですね。納得ですね。ということで、印象のイラストでは、まあ、近藤さんが優勝ということで、ポンの、はい、ポンの道麻雀クイズはもう、まあ、和歌山さん1回、なんかこれ本当に不名誉なんていうか、ちょっと挽回させてください。あの、私がなんか情熱がない人みたいに思われるかもしれない。いや、そんなことないですかね。本当にめちゃめちゃ情熱があってやってるんです。本当にマジでごめんなさい。本当舐めてはないです。本当にそれだけを主張して帰りたい。伝わってるよ。大丈夫、すごい、ちゃんとバキバキだったから、すごい、バキバキではない、伝わってる、バキバキではないんだ、バキバキだよ。いや、本当に盛り上がりました。以上、ポンの道麻雀クイズでした。